はい、赤羽駅ご通行中の皆様、こちらは日本改革党豊島区議会靴沢良二と申します。今日は北区のですね、日本改革党支部長佐藤圭介とともに政治活動をしております。皆様3ヶ月ほど日本にいるとですね、国民健康保険に外国人も入れることをご存知でしょうか。それまでは5年とか10年とか日本にいないと国保、つまり国民健康保険、加盟できなかったんですけれども、民主党政権がですね、3ヶ月でいいよということにですね、解約してしまいまして、今では留学生、1年ほどしかいない留学生や、短期で出張に来ている人も、国保、国民健康保険に入っております。それにですね、国民健康保険って日本人健康保険のことではないのかな、前々から、私は疑問があるんですけれども、去年のですね、豊島区議会で私が質問したところですね、東京都豊島区においては外国人の健康保険税滞納率がなんと 45% に達しておりました。これ制度として破綻してませんか。どんな会社でも売掛金の 45%滞納されたら潰れてしまいますよね。それとですね、5年の請求時効を経過してもう請求できなくなった健康保険税、外国人の健康保険税の滞納、豊島区においては累積で3億円弱、累積で3億円弱とのことでした。豊島区においてはですね、永住外国人と非永住外国人の滞納率も出ておりまして、永住外国人の保険税滞納率は 17% でありました。これでもまだまだ高いとは思いますけれども、留学生や出張、短期で仕事で来た人などの滞納率はなんと 52% であります。 52% が滞納している外国人の健康保険税、これは制度としてもう破綻してますよね。その分ですね、真面目に払っている日本人が割を食っていることは間違いありません。できたらですね、外国人の皆様は半分ぐらいは国保税払ってもらえんですから、別会計でやってもらいたいと思います。もしくはですね、民間の医療保険がいくらでもあるじゃないですか。先ほども言いましたけれども、国民健康保険、つまり日本人健康保険に外国人を加盟参加させるのはおかしいんですよ。滞納も半分ぐらい滞納したまま母国に帰られては回収することもできません。ですので、日本改革と外国人の皆様は国庫を使わず別会計の国民以外健康保険制度を作ってもらうであるとか、民間のいくらでもある医療保険を使ってもらいたいと思います。その分の滞納の多さ、日本人が加盟る割り得
などということはとんでもない話であります、このままですねいるとですね日本の優秀な医療目当てに世界中から健康難民が押し寄せてきて国民健康保険制度は破綻すると思います。医療業界は医師会などはウハウハでしょうけれども、日本国民としてはたまったものではありません。世界中から健康難民が押し寄せてこないように国民健康保険制度見直ししてもらいたいと思っております。はい、じゃあ、北区支部長佐藤圭介でございます。皆様よろしくお願いいたします。赤谷駅西口をご通行の皆様、お騒がせしてしまい大変申し訳ございません。私は日本改革党北区支部長佐藤圭介と申します。本日は日本国憲法についてお話をさせていただきたいと思います。日本国憲法について私は今一番議論に上がっているのは憲法第9条と考えます。憲法第9条では戦争の放棄と戦力及び公選権の否認が規定されています。我が国は戦後韓国による竹島の不法占拠のような例外を除き他国にその領土を奪われるといったことは今までありませんでした。果たしてそれは憲法9条が制定されているからなのでしょうか。私はそれは違うと思います。なぜなら我が国はアメリカと同盟を結び実は核兵器を装備しているかもしれない在日米軍が存在しかつ連動と実力においては米軍に匹敵するとまで言われている自衛隊が存在することにより近隣諸国との戦力の均衡化が保たれているからなのです。ここで一歩日本国憲法の成立過程に遡りましょう。簡単に言うと日本国憲法は敗戦後に占領軍が草案を作成しそれを日本人が自らの手で考案し制定されたとされたものなのです。例えばです、学校の子供の絵画の宿題をそっくりそのまま親が仕上げたとしましょう。いくらその絵画の内容が素晴らしかったとしても子供自身がその事実を隠し自分のみで仕上げたと主張し続けた場合子どもの心の成長過程で何らかの不具合が出かねないのではないのでしょうか。そう考えた場合現在の日本国憲法の成立過程も構造的には親がやった子どもの学校の宿題と同様の構造を抱えるのではないのでしょうか。ただ憲法9条が存在すれば戦争は発生しないとし憲法9条を守れとする勢力は昨今のロシアによるウクライナ侵攻でのその侵攻に近い考え方が否定するや否やロシアに憲法9条があれば憲法9条は権力を縛るものなのでロシアによるウクライナへの侵攻は起きなかったとその主張を変えつつあります。確かに憲法の専門書各種公務員試験等の憲法のテキストには憲法は国家の権力を制限する性格を有するとの記述はあります。私はその一方で一国の憲法というものは我々日本国の国柄や日本人がどのようなものかを表す性格あるものと私は考えます。そう考えた場合先に述べたような親がやった子どもの学校の宿題に例えた現行の日本国憲法は一部の人々には代表宗教になりながらも戦後の我々の日本人の心を蝕んでいるのではないのでしょうか。その意味では我が党の掲げる憲法9条の
廃止に加え、私は自主憲法の制定が必要であると考えます。我が党はいくつかの目標を掲げています。詳細については当初口沢の YouTube チャンネル、各支部長それぞれが関心のある分野で凱旋をさせていただいた YouTube のチャンネルがありますので、それをご視聴いただければと思います。党首の口沢は今年夏の参議院選、私は来年の区議会選挙への立候補予定です。北区の区議会選挙においては、 NHK から国民を守る党から当選者が出ていましたが、現在は国民民主党に在籍されている模様です。なのでこの凱旋終了後に NHK に関するご相談等ございましたら受けたまわりますので、お気軽にお声をおかけください。本日はご清聴いただきありがとうございました。東京の東京の